ともメルセデスの人です。本日は Apple CarPlay をケーブルなしで使用できる C プレイ2 Air について、その紹介、セットアップ手順、トラブルシュート、そして使ってみて気がついたことをお話ししていきます。私がレコデと C プレイ2 Air についてどんなものかを説明するより、まず公式サイトの動画を皆様と一緒に見ていきたいと思います。 Tired of plugging in your phone every time to use CarPlay? Cut the cord!Introducing the C-Play to Air adapter for a fully wireless CarPlay experience. It's easy. Just plug the C-Play to Air into your CarPlay compatible vehicle and use CarPlay wirelessly. Automatically connect every time you get into vehicle. Same as wired performance without having to fumble. Supports from iPhone 5 through all current versions. Order yours now and make your life in the car easier.For more information, visit carplay2air.com。 ということでね、何もそんなにブチ切れるほど有酸素って厄介なものではないとは思うんですけれども、あのお兄さんもうド発展でした。まあそれはさておき、Apple CarPlay は現在有線接続で使用するという仕様なのですが、この C プレイ2 Air を使うことによりその制限が取り払われる画期的なアダプターです。まず外観なんですけれども、非常に小ぶりな USB ハブや LAN アダプターサイズの大きさです。あ、ちょうどここにいいタイミングで猫がくつろいでいたので隣に並べてみましょう。サイズ感がお分かりいただけるかと思います。実際に接続してみた感想なんですけれども、非常に簡単でした。しかしいくつか注意しなければいけない点、またマニュアルが日本語に対応してないということで、その手順をまとめてみました。まずアダプターを接続する前に確認したいのは、 Wi-Fi と Bluetooth がどこにも接続されてないことを確認してください。 Wi-Fi や Bluetooth がお使いの車や他のデバイスに接続されてないことを確認します。それらは一時的に削除してしまうことをお勧めします。再度 Wi-Fi および Bluetooth がオンの状態であり、かつ iPhone がどのデバイスとも接続されてないことを確認してください。またこれはマニュアルに記載されてないのですけれども、 iPhone のアプリがバックグラウンドで動作している場合は全てのアプリを終了しておいた方がスムーズに作業が進むと思います。手順その1です。アダプターを車に接続します。接続先の USB ポートは Apple CarPlay に対応しているポートを使用してください。車についているポートが全て接続に対応しているわけではないので注意してください。手順その2は C プレイ2 Air のセットアップ画面が表示されるまで待ちます。私のメルセデスの場合は数十秒後にセットアップ画面が表示されました。手順3は車のディスプレイに Bluetooth の ID が表示されますので、それと同じ ID を iPhone の Bluetooth 設定画面に表示されていることを確認し、接続をタップします。接続が成功すると CarPlay として使用するかを確認するダイアログが表示されますので、使用するを選択してください。正常にセットアップができると Apple CarPlay のホーム画面が表示され、そのまま使用が可能となります。また iPhone からブラウザを開き、 192.168.50.2 を開き、ファームウェアが最新版であることを確認してください。しばらく待っても Apple CarPlay のホーム画面が表示されない場合は、次の手順試してみてください。まず C プレイ2 Air の設定画面が出ない場合は、接続が正しいか、 USB 接続が USB ハブを経由して接続されてないかを確認してください。直接接続しないとアダプターが認識されないようです。画面は表示され、使用した iPhone の名称がディスプレイに表示されたものの、ホーム画面が表示されない場合は、一度セットアップした iPhone を削除する必要があります。削除の仕方は、表示された iPhone の名称を長押しし、確認画面を表示後、削除を行ってください。また iPhone 側も C プレイ2 Air の Wi-Fi、Bluetooth 設定を削除し、初めから手順を行ってみてください。私自身何度かセットアップに失敗しました。原因としては操作手順を iPhone で録画しながらセットアップを行っていたためのようです。このようなトラブルを避けるためにも、起動しているアプリをすべて終了してからセットアップを行い、今一度 Wi-Fi や Bluetooth デバイスが接続どこにもされてないことを確認してみてください。さあ、無事に C プレイ2 Air 使用する準備できましたでしょうか。ここからは動作を見ていきたいと思います。
有線接続と比べて起動には若干手間取るものの、使用感はほぼ変わることなく無線接続でのカープレイが使用できているかと思います。タッチパネルの操作のほか、車のハンドルやコンソールからの使用も問題なく行えると思います。もちろんボイスコマンドでの C の操作もそのままです。 I wanna go to McDonald's. One option is McDonald's in Tokyo and C Play 2Air を使用して1週間ほどになりますけれども、無線接続になったことで自由度は想像以上に快適になりました。反面問題点もいくつか経験しました。まずは無線接続になったとはいえバッテリーを消費することには変わりないため、時折有線接続を行ってバッテリーの充電が必要となることです。しかしこれも好きな USB ポートから給電が可能となるため大きな問題点とは感じませんでした。次にこれは C Play 2 Air の問題とは言い切れないのですけれども、 Google マップに何も表示されないことが時折ありました。また C Play 2 Air そのものが起動しないケースもありましたが、頻度としてはかなり低く、その際には車両側の表示システムを再起動するか、C Play 2 Air を差し直すことで対応が可能となりました。次に、これは極めて限定的な問題かもしれませんけれども、Wi-Fi 接続が占有されてしまうことです。例えば、モバイルルーターを利用してインターネット接続をしている方あたりには致命的な問題となるかもしれません。C Play 2 Air 起動時に強制的に Wi-Fi 接続が C Play 2 Air 側に切り替わってしまいます。また GoPro のコントロールを iPhone アプリで行っている方も強制的に接続が切り替わってしまうため、 GoPro のコントロールを優先したい方は C Play 2 Air を外し、 iPhone を直接車両に接続して CarPlay を使用する必要があります。また海外 YouTuber さんのレビューを見て同感だと思ったのは、今後の iOS のアップグレードのようにC Play 2 Air の使用に制限が出てくることも予想され、この素晴らしいアダプターが機能しなくなるということもありえない話ではないということを覚えておかなければいけないと思います。最後に日本からのオーダーの方法として注文フォームの記入例を紹介します。私自身はメーカーの直販で購入し、品物は香港を経由して DHL で送られてきました。追加料金を支払うことで速達便として2、3営業日で到着とあったんですけれども、これには疑いを持っていました。それはコロナ禍の影響で物流が滞ることを予想していたためです。それでもなお追加料金を支払い速達便にした結果、10日後に商品が届きました。次に注文フォームの記入例です。実際に注文を行う前に自分の車が C Play 2 Air に対応しているかを確認してください。またそもそも車がカープレイに対応できていない場合は C Play 2 Air は使用できないので、これも注意が必要です。実際のところ私のメルセデス・ベンツ CLA クラスは2015年式で、そもそもカープレイが搭載されていませんでした。しかしメルセデス純正のスマートフォンインテグレーションパッケージを取り付け、カープレイが使用可能だったため C Play 2 Air のサポート対象外ではあったものの、無事に無線でのカープレイが利用可能となっています。まずメールアドレスの届け出先の情報を入力します。メールアドレス下のチェックボックスはメルマガの購読希望なので、不要ならチェック外しちゃってください。電話番号の下のチェックボックスは次回注文時の入力を省略する場合はチェックを外した状態で、緑の Continue to Shipping のボタンをクリックします。次に配送方法です。速達便を希望する場合はエクスプレスを選択してください。この際には 9.95 ドルの追加料金が上乗せとなります。到着が 2,3 日営業日とありますけれども、私の場合は全部で10日かかりました。最後の項目は支払い者の住所です。上の項目はクレジットカード利用者の住所と送付先住所が同じの場合に選択をしてください。異なる場合は下の選択肢を選択します。さあ最後に Pay Now を押せば完了です。ということで、今回は C Play 2 Air についてお話をしましたけれども、いかがだったでしょうか。何かのお役に立てれば光栄であります。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた。